最初が西野カナさんと私たち、それから皆さんご存知のホルズキオン、ヘンデルのオンブラマイフ、それから水戸黄門でおなじみの、ああ人生涙あり、そしてキャリーパミュパミュのジャリーパンパン、そして最後はおなじみのマリト殿様でした。ありがとうございました。今日皆様長期間ありがとうございました。この新書の響き、本当に多くの方に支えていただいております。主催をしていただいている専属風知協会、それからオタク文化振興協会の皆さん、そして、太田まちづくり芸術支援協会の皆さん、ありがとうございます。それと、本当に多くのボランティアの方に支えられています。今日照明や音響をやってくださっているのは日本工学院の皆さん、そしてそれから、孫名の皆さんとかですね、それからこの大森獄中の皆さんにも本当に、お世話になりました。今日、朝実は晴れていた時間が結構ありました。今で中には、なんだこれだったら外でできるんじゃないかと思われた方もいらっしゃると思うんですが、実はもう今日の朝6時からスタッフの皆さんは動いています。このイベントには大体200人ぐらいのボランティアの方が、皆さんお仕事とかいろいろお持ちになりながら、協力してくださって、朝6時に、今日は外でやるのか中でやるのかという決定から全てが起き始めて、もうそれがギリギリのタイムリミットなんですね。準備するのに朝6時から今までかかる、それぐらいかかるということなんですが、本当に多くの方に支えていただいております。ありがとうございます。そして何よりも今日、お足元の悪い中はるばるこの体育館までお越しいただいた皆様、本当にありがとうございます。ぜひまた来年は池のほとりでお目にかかりたいと思っています。皆さんのお手元にアンケート用紙がいっていると思います。アンケートをいつもいただいたものは必ず出演者全員、またスタッフの皆さんも目を通しております。もちろんいただいたご意見すべてに、対応することはできないですけれども、でも少しでも取り入れられることは取り入れさせていただいて、皆さんのご意見ご感想が私たちの糧になりますので、ぜひ、何でもお書きいただければと思います。また、もし来年20周年のこの会ができるとしたら、どんなものを聞きたいかリクエストがもしあれば